生まれも育ちも京都のおっさんが京都をメインにたまに全国各地でうまいものを紹介する元祖京都食レポチャンネル、チャンネル登録お頼もうします。今ね、亀岡の撮影の帰りなんですけど、昨年12月にオープンした漬物の無人販売の店があって、隣の人間国宝にも認定されたという店があるんで、ちょっと寄ってみます。はい、これなんですけど、いろんな漬物が売ってて、名物がね、トマトの漬物っていうみたいなんですけど、なんかね、芸能人もいっぱい来てますよ。ちょっと気になるんで入ってみます。なんと12月から無人販売をされてまして、芸能人の方もね、結構来られてて、人間国宝にも認定されてるということで、はい、すごいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。ということでね、急遽立ち寄ったんですけども、そしたらね、社長さんがいらっしゃいまして、すいません、ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。トマトの漬物がその名物になるんですね。そうです。これですか？このゆずトマトっていうのが。ゆずトマト、はい。これはどうやって食べるんですか？これ液体がね、はい、ゼリー状になってて、はい、ゼリー状に包まれたお漬物にはなるんですけど、はいはいはい、甘酸っぱくて、はい、サラダ感覚で食べてもらえるっていうのでおすすめしてるんですけど。ほな、お酒と一緒にいただいたり。そうです、そうです、ね、はい。ご飯には、ご飯には合わない。合わない、合わない。ご飯にはこの京漬物ですね。そうです、そうですね、はい。せっかく飛び込みで来たんで、はい、今日はこれ買ってちょっと家で試食したいと思います。名物のゆずトマトです。無人販売なんで、ここに支払うわけです。もう1000入れました。はい、1200円。よし、ほな買って帰ります。ありがとうございます。社長、このぬかは何なんですか？これ化学調味料も何も使わずで、はい、まあ、240年間続いたぬか床になるんですけど、はあ、はい、本物の発酵ぬか床っていうことですね。そうです。肉やら魚とかつけるんですか？そうなんです、まあ、基本は野菜なんですけど、はい、まあ、その今その肉とか魚用につけるのにも、はい、このマカオのぬかシート、ぬかをシート状にしたものも作ってまして、はあ、こんなんもあるそうですよ。 NHK にも紹介されたんですね。そうです。結構今評判のね、ほんまお店なんでね、皆さん亀岡来たらぜひね、寄ってみてください。ほんますごい、芸能人とかもね、結構来られてますんで。これです。ほな、帰って晩酌でいただきます。社長、ありがとうございます。ありがとうございます。京都へおいでやすのミスター京都アキレス。はい、本日は亀岡の街をちょっと取材関係でブラブラしてましたら、一軒のね、京漬物の無人販売のお店を見つけまして、いろいろググってましたら、なんかね、人間国宝にも認定されてて、これなんと昨年12月オープンの新店舗っていうことで、ちょっと興味津々で、動画撮ってたら、入り口に社長さんがいらっしゃいまして、僕のことをご存知で、意気投合しまして、YouTube に配信することになりました。いやー、いろんなすごいお店が現れますね。ほんで、こちらのお店はね、初代、亀倉さんって言いましてね、京都で一番新しい、日本で一番小さい漬物屋さんですということでね、 NHK でも紹介されたということで、本日はこちら名物のゆずトマトですね。ゆずトマト、トマトの漬物。ほんで京都の名産といえばこれでしょう、すぐき、京すぐき。ほんであと千枚漬けのセットですね。はい、こちらをいただいていきたいと思うんですけども、まあ、すぐきと千枚漬けはね、ちょっと白米と食べたいなと思うんですけど、このゆずトマトはね、白ご飯と合わないということなんで、ちょっとウイスキー準備してきました。はい、ということで今から食らっていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。そしたら行ってくるぜ。ゴーゴーゴートリプルゴー、レッツゴー。よろしくお願いします。はい、そしたらこういう形ですね。ゆずトマトはね、こういう形で3つ入って1200円になっております。大きいトマトが入ってますね。ほんでこちらが丸すぐきと本格発酵千枚漬けのセット、こちらも1200円ということで、はい、これをいただいていきます。千枚漬けを移して、これすぐき開けたけど、こんなにね、いいすぐき、立派なすぐきが入っています。
これセットで1200円はかなり安いと思いますね、はい、いやほんま結構ごついね、うわこんななってんだな、こういう形で切っていきます、うん、いい香りしてね、すぐき、もう京都の冬の代名詞ですね、はい、そしたらまずすぐきとかいただく前に、初代亀倉さんのゆずトマト、これいきましょう、これでちょっとねウイスキーといっぱい飲んでみよう、ゼリー状になってるって聞いてるんやけど、トマトの漬物って初めてですね、ああこんななってんねやろ、こんななってんねや、なんか柚子のジャムっぽい感じのあれなんですけど、ゼリーなんですねこれ、たっぷり入ってね、柚子もこれかなり贅沢にね使われてますね、いやほんまいろんなもんが出てきますね、トマトも結構大きいですよ、うわあ、柚子のいい香りしてるね。トマトもこんな感じ。僕あんまりトマトっていうのが好きじゃないんですけどね、この完熟されたトマトはね、かなりうまそうですよ。はい。ちょっと割ってみます。うわあ。柔らか。あ、むっちゃフルーティー。うまそうですね。いただいてみます。いやあ、はい。トマトいきます、これは僕の中ではねビールでも日本酒でもなくてウイスキーの気分なんですね、だからウイスキーよしよし、あー効くね、ウイスキーは少量で効くね、ということでいただきます、まずこの柚子のゼリーをいただいてみましょう、こんなにね光り輝いてます、いただきます、うん、うまい、さっぱりしてるな、でも甘すぎず酸っぱすぎず、ほんま寒天みたいな感じになってますよ、うん、もうなんかスイーツやね、スイーツ、これはね新たな食べ物ですよ、スイーツ、ほなこのトマトいただいてますね、よしいただきます、甘っ、柚子の風味がトマトの中に入り込んでね、これは漬物っていうかね、もうほんまスイーツですよ、食べやすいわ、俺トマトどっちかって言ったらあまり食べない人なんですけど、これはスイーツで美味しい、さっぱりしてますね、ほんま米には絶対合わないですよ、米には絶対合わない、でもウイスキーにはバッチリ合うと思う、ああいいっすね、いいっすね、いやーこの柚子の香りがええわ、うまい、トマトももう完熟っすよ、これほんまもうトマトしてないんですよ、味が、もちろんトマトの旨味は残ってますけど、柚子の風味がむちゃくちゃ良すぎて、はい、相まった感じで、ああ結構塩味も効いてる、塩味も効いてるからね、これまあ漬物の部類やと思うんですけど、漬物とねなんかスイーツがほんま重なった感じで新食感で美味しいですね、うん、いける、いやーほんまね、いろんな食材と巡り合わせていただいて感謝してます、まさか亀岡でねこんな漬物ね無人販売と出会うとは思いませんでした、俺の前には素敵なお店が現れるということで、この京名物の京漬物、千枚漬けからいただきましょう。ああ、よう使ってるから、滑るわ、これ。こんな感じですね。おっきいな。おっきい千枚漬けや、これ。ほんで、ご飯もね、なんか知らんけど、ちょっと家にこんなご飯しかなかったから、これでいただきますけど、ね、これ千枚漬け。
大きいよこれ。いただいてみますよ。いやー、京都の冬の代名詞ですよ、千枚漬け。千枚漬けとね、すぐきがこの料金でいただけるってかなり安い、昔からだって考えられない料金ですね。はい、いただきます。よう使ってるわ。昆布の出汁が効いてうまいわ。ようね、あの千枚漬けって言ったらドロドロののがあるんですけど、そこまでドロドロでもなくてね、結構さっぱりしてる感じの千枚漬けで美味しい。でこういう感じでね、京都の人間は唐辛子醤油、唐辛子をつけるんですよ。そしたら美味しいご飯に合う。一枚が大きいから一枚で満足できる。ご飯に合うわ。味噌汁も準備しました。ぴったりですね。もう味噌汁とご飯と漬物があったら十分ですね。そしたらね、このすぐき、すぐきもうまそうっすよこれ。もうなんていうかね、もう結構ね、本格的なすぐきになってます。亀岡にまさかこんな美味しい漬物屋さんがねあるとは知りませんでした。この茎もうまいっすよ。すぐきはこの茎がうまい、昔から大好物なんです。ちょっと唐辛子醤油、これ唐辛子醤油合うね、すぐきはね。はい、醤油のついてないところからいただきます。いいね、いいわ。しっかり使ってる、ほんまに。もうこれ錦市場とかで買うすぐきと大して変わらんで、これこんなお値打ち料金で買えるすぐき、ほんまありがたい。米にも合うし酒にも合うし、すぐきはやっぱ焼酎かな。これウイスキーやけどね、別に合わないことないわ。美味しい。いやー、うまいね。本格的な、漬物が無人販売で手に入る時代ですよ。人間国宝にも認定されて、なんか知らんけどね、社長さんとも意気投合してしまって、僕の視聴者さんでした。ツイッターの方にも出していただいてます。ちょっと前ですけどね、ちょっと前、はい、飛び込めて行ったんでちょっと前。いやー、これいいわ。ヘルシーでさっぱりしてむちゃくちゃうまい。最高。はい、ということで亀岡にまさかね、京漬物の無人販売店があるとは思いませんでしたね。いや、ほんで美味しい柚子トマト、ほんで今日はすぐきと千枚漬けをいただきましたけど、他にもねしば漬けとかもあるんで、はい、皆さんねぜひ買ってみてください。はい、いや、この美味しい漬物が低価格でいただける、これがありがたいですね。この柚子トマトもほんまにフレッシュなんで、どっちかって言ったらさっきすぐきとかをいただいて、ご飯いただいてからこの柚子トマトで飲む、そっちの方がええんかな。はい、なんか知らんけどね、ほんまに美味しい、安くていただける漬物屋さんができましたんで、皆さん亀岡へ行った際にはお立ち寄りいただいたらいかがでしょうか。はい、ということでごちそうさまでした。それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ご視聴いただいている皆様、愛してます。京都が誇る京漬物、安値でいただきますんで、皆さんぜひ食べてみてください。おろしょ。